はい、皆さんこんにちは、ビジマイです。今回はですね、カラーチェンジの一つなんですけれども、フィルターカラーチェンジのご紹介でございます。ちなみにこんな感じ。飛んだ。まあこんな感じでございます。まあ角度にはそんなに強いカラーチェンジじゃないんですけれども、結構簡単にできるので、ぜひチャレンジしてみてください。ということで、キャビズガーウィーン。はい、それでは近くで解説していきます。まずですね、2枚のカードを使うんですが、まあ例えば1枚お客さんに選んでいただいたカードをトップにコントロールして、まあブレイクをしてですね、ダブルリフトして選んだカードに変えるというのでも全然いいと思います。まずですね、まあそれがやりたければ、まずお客さんに選んでいただいてトップにコントロールします。で、2枚の下にブレイクをして、このように親指でまずですね、こうトランプ2枚を持ち上げるんですが、親指人差し指で左角をこのように持ちます。そしてこのように前にこんな感じでカードを倒します。そして倒しながら左手の親指でこのハートの2をこのように持つんですが、その時に右手は左手と親指でこのようにトップのカードを右にスライドしてパームさせます。こんな感じで、そしてこんな感じでチェンジするっていうのがフィルターチェンジなんですけれども、フィルターチェンジも持ち方が結構人によって違っていて、例えばこのままこのようなポジションに持っていく方もいらっしゃいますし、あとはこのまま展開パームの位置にすればパーでこのように右手を空のように見せることができて、で、こうやってカラーチェンジもできるので、まあ、角度には気をつけないといけないですが、こう慣れると自分でバリエーションも組めるカラーチェンジかなと思います。こうして、抜いて、かぶせる。まあ、それだけでございます。あとは鏡を見ながらですね、角度に気をつけて、人前でやってみてもいいかなと。あ、落ちたよ。まあこのカラーチェンジは角度に強い。あ、いや、また買いな。すいません、もう一回。なんか今日すごい乾燥して手がすべすべなんですが、それですべるのかな、言い訳ね。はいはい。まあこのカラーチェンジは角度にそんなに強いわけではないんですけれども、まあただ使っているマイシャーも結構いらっしゃるので、例えばまあお客さんに見せなくても、例えば動画の一コマにこのチェンジを使ってみたりしてもいいかなと思うので、まあぜひ普通に結構簡単な方のカラーチェンジなので、ぜひバリエーションに加えてみてください。ということで、簡単ですけれどもフィルターチェンジのご紹介でございました。ありがとうございます。シュイーン、バイバイ。はい、ちなみに正面から見せるとこんな感じです。こうして、抜いて、こんな感じですね。抜いて、このように、かぶせてあげるという形ですね。それか、このまま、展開パームの位置に持っていって、このまま、こう、かぶせてあげるという形にもできるので、ぜひ、ご自分の工夫でやってみてください。以上でございます。よいしょよいしょ、バイ。